大抵です。今日ね、東西線でね、改札あるじゃん、そこをね、おばちゃんの前におっちゃんがいたんだけど、出ようとしたのよ。そしたらさ、よくつかつから、なんていうの、競歩かっていうぐらい、早くさ、歩くお姉さんって多いじゃん。その人がさ、おっちゃん、もう、なんていうの、出ようとする直前に横からこうやって入ってきてさ、自分先に出ようとするからぶつかるじゃん。で、おっちゃんは何すんじゃんみたいな感じでぶつ切れてたのね。したら、ああ、まあいいですわって感じで、左の改札に出ようとするんだけど、そこも人がいっぱいガンガン並んでるじゃん。そこを割り込んで、真っ先に出ようとしたら、なんなのあなたみたいな感じで、女の人に見られてて。で、面白いのよ。つかつかつかって、もうすごいスピードで割り込もうとして、おっちゃんになんじゃおらっていう感じでさ、ぶち切られてて、隣へ割り込もうとしたけど、もう隣の人も並んでてさ、何っていう感じで本気見られてて。あ、じゃあいいですわって感じで。競歩で U ターンして、後ろの後方の方になんかどんどんつかつか歩いていくね。え、何止まることできないのかしら。すごいよ、もう。終始ね、止まることないのに、つかつか、競歩みたいに早く歩いてきて。うん。撤退も早かった。え、なんで、なんかあんなつかつか歩く女性の人多いんだろう。もうちょっと時間を有意義に使ってもいいんじゃないかしらとおばちゃん思うんだけども、同じレディーとしてね。あ、それでね、おばちゃんびっくりしちゃったんだけど、おばちゃんはどっちかって言ったら信じてた方。バリバリね。ブルーベリーが目に効くは、第二次世界大戦中にイギリス軍が流したデマだったっていうのがね、ちょっとおばちゃん衝撃だったのよ。なんか根拠になったのが、第二次世界大戦でイギリスの空軍のあるパイロットの好物がブルーベリージャムで、そのおかげで夕暮れでも物がはっきり見えたっていうね、話、おばちゃんもなんか聞いたことあんのよ。これが元になってるらしいんだけど、実はね、戦争に勝つためにイギリスが流したデマだったんだって。当時、なんかイギリスのレーダーってかなりね、なんかハイテクで、いろんなものを見れる状態まで、なんか監視されてたんだけど、でも、敵国のドイツにそれを知られないために、こんなにレーダーが優れてるのは、いや、技術じゃないんですよ。うちのパイロットがブルーベリージャムが好物で、それ食べてたらなんか、夕暮れでも物がはっきり見えて、だからブルーベリーって目にいいんじゃねってね、聞いて、あ、じゃあ、うちの国でもってね、なんかブルーベリー食べ出す人が増えたんだって。でね、本当は、ブルーベリーじゃなくて、ある野菜っていうか食べ物が目にいいんだって。それはね、人参なんだって。人参のカルチン、まあ、ビタミン A ね、が良くて、ブルーベリーの中に入ってるアントシアニンはね、別に目に効果はないみたいよ。サプリメントとか、あれ目に行ってあれ、どういうこと疲れてた時とかおばちゃん昔よく飲んでたよ。あ、聞くと思ってたけど、あれ何？自分自身に嘘ついてたってことかしら。それでなんか、ブルーベリーのサプリメントとかってさ、目にいいとかって歌ってるじゃん。でも、当局の許可をね、受けることができないんだって。あと、医薬品と名乗ったりすることも。だから気持ち程度に聞いたってことなのかしら。あれと同じでしょ、昔電信柱にさ、鳥居のマーク書いてた現象と。電信柱昔多少する人多かったね、今。だからそういうさ、チッチ臭くなるやじゃん。だから、電信柱とかそういう、なんていうの、チッチする場所には、鳥居のね、マーク書く人多かったね。で、そこでチッチすると、チン曲がるっていうね、噂が流れたね。これね、何言ってんのと思う人いるじゃん。今の若い人にはね、多分想像つかないと思うんだけど、おばちゃんたちのね、時代ではもうみんな、鳥居のマークがあるところにチッチすると、チン曲がるっていうね、まあ噂が広まってんのよ。あ、だから怖いから、いや、曲がるの嫌だって。だから、みんなね、鳥居のマークではチッチしないのよ。まあ似たようなもんでしょ。このブルーベリーの話と。で、実際それでさ、電信柱にチッチする人減少したんだから。
でも実際はね、違うことで曲がんのよ。右手でするから左の方に曲がっちゃう。あれは高い。あれ、ラフィちゃん来てたの。なんで左向きだよ。いい加減にしろよ。だってしょうがないの。左に曲がっちゃってんの。今にはないだろ。いや、ちょっとね。それでラフィちゃんどうしたの？今日本のね、半導体が大きな節目にね、差し掛かってんだよ。半導体は？じゃあちょっと見てみる。真実の鏡よ。ベルギーにある EU の半導体研究機関 IMEC と次世代半導体開発する日本のラピダス社で技術協力、フランダース政府ヤンボン首相と立ち会いの音、各所集結、日米連携に加え、欧州も含め、同志国連携を実践するもの、2020年代後半の次世代半導体の産業基盤確立に向けて最先端の製造プロセス構築など、連携を加速させる。ヨーロッパも、あらま。これ3カ国でやるって、とんでもないものができるんじゃない？おばちゃん、裏を返してみれば、これブロック経済じゃん。脆いってこと？違う、そのブロックじゃん。おばちゃん、まじもうちょっとなんか勉強しようよ。だってブロックって壊れやすいじゃん。ジップロックのブロックってこと？話進めるよ。置いてかないでよ。その何？ジップロックは何？アメリカで生産する TSMC 投資3倍の5.5兆円の工場がね、できるんだけど、一部でね、今台湾で国民党がさ、もし、もう中国の方に走って技術流れるかもしれないっていう噂だよ。噂。流れてるから、なんかあった時用に、アメリカ国内で、ねえ、生産できないと困るじゃん。だから、これだけお金ぶっ込んで、作ったっていう話。何それ、袋みたいに包んだってこと？おばちゃんがそう理解するんだったら、それでいいんじゃない？おばちゃんできない子みたいじゃん。やめてよ、その言い方。さっき言ってたジップロックってことでしょ？それでね、こうやってよ、ラビちゃん。工場の工場の話で、ちょっと待って、TSMC の創業者、森瀬ちゃんがね、訪れたと、アメリカからはね、アップルの、ティム・クック。すごくない？自末のマーク。アップル。でも日本もさ、日の丸半導体作ろうとしていろんな企業がさ、参入するじゃん。ラビタス。トヨタ自動車、デンソー、ソニーグループ、キオクシア、NTT、NEC、あと三菱 UFJ 銀行、あとソフトバンク。なんだろう。おばちゃん今スタンド攻撃を受けてるのかしら。なんかすごく、ゾワッとするんだけど。おばちゃん。なんか知ってるべ？いや、ねえ、何も知らないわよ、おばちゃんが。でもなんかゾワッとした。参政党の松田学っていう人がさ、元 NNA の高官のリチャード・マーシャル博士とね、経済安全保障で個別にね、会談したんだって。で、このね、リチャード・マーシャル博士はね、こう言ってんのよ。対中国半導体戦略の上で、アメリカ、日本、韓国が組む必要が、ラビちゃんも？シャインマスカットって感じで。なんか知ってるでしょ。だって、この半導体のことについては、もう、意識高いもん。で、アメリカ、日本、韓国、おばちゃん、何この三文芝居。
やりすぎたかしら。認めるんだ。いや、もうそろそろいいんじゃね。ちょっとしつこかったわね。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。ミステリー。前にチップ4同盟とアメリカがさ、まあ、提案したじゃん。日本、韓国、台湾で半導体同盟でアメリカの技術と設備、あとだからもう要はアメリカで作れってことでしょ。で韓国は難色を示して、で台湾は結局最終的に生産施設で日本の材料をまあ、連携させる計画。で、結局、何、後から韓国、日本と、あと、アメリカでやるべきだとか、これ上げてる人いっぱいいんのよ。もう後半になってね。でももうアメリカから韓国っていうか言葉一切出てこないの。で、今度ヨーロッパと日本とアメリカでやろうって言ってるでしょ？ここで台湾が出てこないの。おばちゃんさ、ツイッターとかでいろんな人と、今勉強してるのよ。わかんないこと多いから。あのさ、TSMC ってさ、株？あの、個人とかいろいろ総合的に集めてみると、国別で？実はね、アメリカが 80% 持ってんだって。びっくりしちゃった。いや、アメリカ、あ、日本の、何、半導体潰してさ、結局、あ、台湾がとか、あと中国がどこって人いるじゃん。でも一番儲けたのって今考えるとさ。でももう怒っちゃったことはね、もうしょうがないと思うのよ。だって過去へは戻れないもん。おばちゃんが貸したシムシティとか、あの、新女神転生のファミコンのカセット返せって言って、まあ、忘れてないけど。でも帰ってこないもん、まあ、どこ住んでるか。友達ね。それ言ってももう遅いんだけど。でも、今回さ、ヨーロッパとアメリカと日本の3カ国でさ、半導体つくんでしょ？なんで、こんだけお金出すのに、TSMC っていうか台湾入れないのかしら。それで、TSMC？ 木でやってもいいよ。そんだけ言うならね、っていうような感じだったでしょ？でも、ほぼ株主、アメリカでしょ？これおばちゃん思うんだけど、最終的に半導体技術確立したら台湾金じゃないのかなっていう感じはすごく感じるんだよね。今回の台湾の選挙結果で、ちょっとおばちゃんよくわからないけど。